はい、皆さんのお天ともです。有志エンゲージの実況となります。今回こちらの間もなく1月1日元日に登場するサザビね、この赤いサザビ、赤いんだけど青いサザビをねチェックしていきたいと思います。初見チェックとなります。アンドシャーズナブルも見ていきます。で、最初にね少し語らせてほしいんですけど、このねお知らせさえ来てなければ僕は今日の夜にサザビ動画をね出す予定でした。もうどういった感じで話していくかもね決まっていて、あとは撮るだけだったんですよ。そう、ただワンチャンね、ワンチャンそのガシャがね、まあ、僕は一番は1月5日ニューガンダムガシャ後に来ると思っていたんだけど、その31日もしくは1月1日この可能性も否めないと思って、で最速で31日に来るんだったら30日にあのお知らせが来ると思っていて、なので、まあ、昨日の夜は撮らなかったんですよ。そしたら案の定ね今日の12時に来たっていうネタがね一つ潰れたんですけど、まあまあいいんですよ。そう、サザビーの実装 X デーはいつか、そして色は可能性の3色ってね、そう、赤、緑、青のどれが来るか、もう黄色と紫はないと思っていたので、そう、ニューガンダムが赤だったからね、ニューガンダムが黄色か紫だったらその逆のね紫か黄色が来るとは思っていたんですけど、ニューが赤だったから、そう、その3色どれかと思っていて、で僕はね事前にもう青サザビが来る、青サザビが来ると言っていて、うん、青がまあ一番可能性高いと思っていたんですけど、ただこのね31日1月1日に実装するんだったらレードバトルと重なるので、そう、青来るのかって、レードバトルでね青の機体を使ってもって感じだったので、だったら赤っていう可能性もあるなと、うん、ニューも赤でサザビも赤ね、まあシャー赤だし、うん、だから赤もあるのかなと思って、でもう一つ緑ね、そう、赤のまあ反対は緑か青なんですよこのゲームは。なのでね白だったら理想なんだけど、それがないので、ただ緑はね最も今優遇されている機体の色ということでね、たくさん12月出てきた、まあ、たくさんというか、ね、出てきたので、なのでまあ緑はそう、そのこれまでのガシャの数的に、ガシャとか配布の数的にないのかなと思っていたんですけど、そんなの関係ねえとそんなの関係ねえと来るかなっていうのもありました。そうだから緑の可能性もあった。ただやっぱりね一番可能性が高いのは青だったんですよね。そう、赤のまあ反対、緑と同様に反対の青、そして今最も来てない色ね、これまで緑、黄色で緑、赤、赤って感じで来てないのが青と紫なんですよね、新機体ガシャで。そうだから青もしくは紫、ただ紫の可能性はほぼほぼないと思っていたので青と、うん、ただ一抹の不安は青サザビーってどうなのっていうちょっと似合わないんじゃねっていう、そういうのがあって、うん、あったけど、ただ一番やっぱりね、うん、可能性は高いと思って、うん、その動画の結論も青サザビーが来るっていうね、そういった段取りにしていたんですけど、で、ね、青サザビー来てくれました。まあ、日にちはね、ちょっと違ったんですけど、日にちより僕はやっぱり期待予想は的中させていく男というね、そういったね、レッテル、いいレッテルをね、貼っていけたらなと思っております。はい、ということで、はい、本題、本編、移りましょう。はい、サザビー。ね、サザビーかっこいいですね。うん、ニューガンダムもいいけど、サザビーもねって感じで。はい、青属性の汎用機。そうね、汎用機。ニューガンダムと同じですね、汎用機は。はい。んで、地上丸、宇宙丸、水中×。水中×か。まあ、そんなに影響はないかなと。で、数値、戦力288,333、HP 45,435、攻撃力4,439、防御力3,834と、ニューと比べて、HP がニューの方が高くて、攻撃力はサザビの方が高いって感じですね。HP は、4000ぐらいサザビが低くて、攻撃力は300ぐらいサザビが高い感じですね。防御力は同じかなと。戦力も同じかなと。大体ね。はい。で、実弾上昇1283、ビーム上昇1810と、ビーム主体の機体となっております。はい。まあもう、青属性っていう時点で、今回のレードバトルで使ってくださいっていう機体ではない感じですね。うん。はい。で、実弾軽減1283、ビーム軽減1810と、こちらもね、ビームの方が高い数値となっております。ニューガンダムよりも高いですね、ビーム。
実弾もかな、実弾も若干サザビの方が高いかもですね。はい。で、クリティカル値669、クリティカル上昇885と、クリティカル値はまあ平均より若干低くて、クリティカル上昇は高めの数値となっております。まあ、これ、汎用機の特徴でございます。はい。で、EX スキル、拡散メガ粒子砲、一番 HP が多い敵一気に攻撃力の 693% ダメージ、さらに20秒間ビームダメージ軽減 60% 上昇、MS 属性青の味方に20秒間ダメージ 26% 上昇ということで、僕はニューガンダムが回復だったらサザビー妨害かなって、言ってたんですけど、若干妨害要素入ってきましたね。若干っていうかかなり強い妨害要素来ましたね。最初は一番 HP が多い敵一気に攻撃力の 693% ダメージ、これはニューガンダムと全く同じですね。パーセンテージも全く同じかなと。で、この次、さらに20秒間ビームダメージ軽減 60% 減少。はい、デバフ来ました。ビームダメージ軽減デバフ 60% 下げていくと、これは強烈ですね。自分のビーム攻撃を、ね、より高めていく、そして味方のビーム攻撃をより高めていくことのできる驚異的なデバフを持ち合わせております。妨害入れてきました。まあ、僕の予想していた妨害はもっとスタンとか、ね、そういったものではあったんですけど、デバフか、なるほど。はい。で、 MS 属性青の味方に20秒間ダメージ 26% 上昇、加えてバフもね、青編成でいくといいですよっていう、一気に青が強くなりますね。ね、ずっとここまで青は不遇の扱いを受けてきておりましたけど、ここに来てね、一気に強くなっていく青の時代がやってくるというね。はい。青の時代っていうドラマありましたよね、昔ね。世代の人はわかるか。はい。ということで、なのでね、リガズィね、同じ逆者シリーズのリガズィと相性が抜群なのかなと、このサザビーは。はい。本当はニューガンダムと一緒にリガズィね、出撃させたいけど、ね、サザビーと一緒に出撃させるのが理想っていうね。はい。で、スキル1、戦闘開始からビームダメージ 22% 上昇。おお、戦闘開始からいいですね。速攻型か。ニューガンダムとはそこは対照的ですね。ニューガンダムは、30秒後からのバフだったので、はい、早い段階からサザビーは強くなっていきます。で、スキル2、ファンネルを解放、戦闘開始から回避率 10% 上昇、回避時に10秒間ビームダメージ 17% 上昇、5回まで重複。はい、これは第3兵装ですかね、ファンネル。で、こちらも戦闘開始から回避率、ね、回避が上がっていくので、反応の高いキャラクターを乗せたいところですね。はい。で、回避時に10秒間ビームダメージ 17% 上昇。で、さらに、ね、ビームダメージバフをかけていく5回まで。ね、避ければ避けるほどより強くなっていくサザビーね。とにかく反応の高いキャラクターを乗せたいですね。はい。といった感じで、詳しい兵装とかレコード、機体カテゴリーはまだ分かりません。はい。続きまして、シャーズナブル。シャー総帥見ていきましょうか。はい。数値、格闘センスの方が高めとなっております。飛び抜けて高いって感じではないですね。ただ射撃センスも平均、ね、平均よりもっていうぐらいね、両方とも平均以上って感じで、で特に格闘の方が強いっていう、はい、で反応高いですね、145。しかしアムロの方が高いですね。アムロ150超えていたので、ただ高い。で、耐性108。まあ、耐性は、アムロは100切ってたのかな、どうだったかな、アムロよりは高いかな、ただ平均よりは低いと。まあ、反応ですね。避ける。そしてガードするっていう。はい。で、スキル1、MS が青属性の時、回避時に10秒間射撃センス 99% 上昇。5回まで重複 99%。100はいかなかった。ただ、ほぼ100というね。それを考えると、アムロすごいね。114%。やはりアムロの方が強いっていう設定なのか。回避時にね、避ければ、射撃、あ、格闘じゃなくて射撃か、低い方がより高くなっていくと。なるほど。で、スキル2、MS が機体カテゴリー赤い MS の時、戦闘開始から射撃センス 46% 上昇。MS が機体カテゴリーライバル機の時、戦闘開始から射撃センス 46% 上昇。おー、とにかく射撃が高まって。デフォルトはね、格闘の方が高いですけど、結果的には、サザビーに乗せたらもう射撃の方が群を抜いて高くなるといった感じですね。はい。サザビーの、EX がメガ粒子砲だから射撃か。なるほど。
まあ、ただビームサーベルも多分持ち合わせております。はいね、なのでこれもねアムロと同様に専用機のセットにとにかくさせたいですね。しかしアムロガシャ、ニューガンダムガシャをやったばかりこのタイミングでニューガンダムね、僕100連やりましたからね。ニューガンダムは40連で、アムロ60連でも出なかったので、ちょっと次のこのサザビーガシャ考えないといけない。アムロニューほどは引けないぞ。課金はしていこうかなとは思いますね。うん、感謝を込めて、運営さんに感謝を込めて、そしてまあね、新年を祝うという意味で、していこうと思うんですけど、そんなにはできないので、どうしようかな。まあ強さ的にはやっぱりニューガンダムでしょうね。やっぱり味方全体のあの回復は本当にえげつないので、実際に使ってみて分かりました。あの回復はやばいね全ての戦闘において、あの戦いやすくなります。このシャアも強い、シャアっていうかこのサザビね、強くは当然ねすごい強いんだけど、デバフもね強烈なデバフを持ってるんだけど、やっぱりその味方全体回復のニューガンダムはこのサザビ以上かなと、汎用性的に。ただ青のことだけを考えるとそれはね断然サザビになりますね。一気に青が強くなっていきますので、そうね、で今一番青がね弱い属性になっているので、それは欲しくなりますよね。運営さんよく考えてらっしゃるね。ここで青の機体を持ってくるという、青欲しい青欲しいっていうタイミングでね青が来ましたので、そういったそうバランス的にはこのサザビめちゃくちゃ欲しいですよね。ただ汎用性的には断然ニューガンダムなのかなと、まあ、この辺をね少し参考にしてもらえたら、皆さんもねあの全部の機体をね取りに行けるってわけではないと思いますし、まあ、中にはねいらっしゃると思いますけどね、ギコちゃんとかねそうギコちゃんさんとか、なのでまあ引きには行くけど、そのニューほどは引かないかな僕は多分。そうでこれはまだ分かんないんだけど、もしかしたらその1月中にねデルタプラスね、デルタプラス紫属性のデルタプラスが来るかもしれないと思っていたりするので、そう早ければね、そうもう近日中にみたいな感じもありえるので、そうだから今だってあの青属性来ましたよね、サザビーが。ってことは残り足りない属性って紫なんですよ。でもう紫デルタプラスはほぼ確定なんですよ。あとはいつ来るかだけで、なのでまあ僕ねリディの器としてやっている身なので、そうデルタプラスはね取りに行かなければならない戦いがそこにはあるんですよ。そうだからある程度ねダイヤ残しておきたいんですよね。多分割と早い段階で来ると踏んでいるんですけどね。またあのデルタプラス特集、あの昨日まあね第1弾出したんですけど、第2弾出していこうと考えておりますので、またそこでね話していこうと思います。はい、ということで、はい、まずはなんといってもサザビね、青サザビがやってきます。さてどうしますかね。限定機なんだよね。そう限定機だから、ニューの方がいいとは言っても同等のものは持ってるんですよね。青強化ここでサザビー取ってなければ後で苦しむことになりかねん、そんな気もする。いやー難しいねお年玉でねワンチャンダイヤの配布あるかなとは思っているんですけど、それだけでもちょっと足りない単発心を発揮できなければちょっと厳しいな。はい、まあ新年切り替わったらねまたね、あのここのとこ不調だった単発心が再び戻ってくる気もするので、まあねまた気持ちよくサザビーガシャ引いていきたいと思います。はい、てなわけで今回はこれで終わりたいと思います。また
エンゲージ動画出していきますので、チェックの方よろしくお願いいたします。ではこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。風強いな、めちゃめちゃ風が強い。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。